はい、どうもカツキンです。今回はこちら枚方パーク。それでは早速歩いていきましょう。大阪にやってきました。たこ焼きもお好み焼きもネギ焼きもモダン焼きも串カツもたらふく食べて大満足のカツキンです。ただお散歩しなきゃ旅は終われませんよね。現在枚方パークでは光の遊園地が開催されてます。イルミネーション開催10年目の今年は花がテーマになっていて大きくリニューアルされてるそうですよ。楽しみですね。まだ日中なんでアトラクション楽しんできます。いやー楽しかった。特にクレイジーマウスがめっちゃ面白かった。もうすっかり日も落ちてライトアップの光が目立ってきましたね。最近は夜も営業してる遊園地が増えてきて昼間では見られないような光に包まれたアトラクションを見れるのは嬉しいですよね。今回は夜の遊園地の撮り方を実際に撮影しながら紹介していこうと思います。使っていくレンズは広角ズームレンズです。この山はマジカルボルケーノですね。なんだこれ、ポストかな。うわーすごいですね。点滅したりするんで何枚か撮って後から写真を選んでこう。火山っぽい暖色になったタイミングで撮ってみます。ハイコちゃんの写真なんですけど、3分割構図の左下にポストを入れて撮ってみました。火山に届くお便りって何なんでしょうかね。暖色っぽい色味になったタイミングで撮ったことで火山らしさを出せました。イルミネーションは色が変わることもあるんで、どんな色に変わるのかを観察しながらタイミングを合わせて撮ってみてくださいね。それではまたまた歩いていきましょう。うわ、すごい色。お、青いいじゃん。マジカルボルケーノではこの期間、花占いの泉として占いの結果によって音楽や光り方が変わるんだそうです。面白いですね。続いてはここをシンメトリー構図で寒色になったタイミングであえて火山っぽくない感じに撮ってみます。さあ園内の奥の方まで歩いていきますよ。お、何か見えてきましたね。これが花と妖精のツリーか。おっきいなぁ。13メートルもあるんだそうです。この時期ならではの聖火の装飾も合わさってクリスマスシーズンとはまた違った雰囲気を楽しめそうですね。ここからはメインのツリーとサブツリーを一緒に写せそうなんで人が写り込みすぎないタイミングで撮ってみます。はい、こちゃんの写真なんですけど、三分割構図の左下に花と妖精のツリーを入れて撮ってみました。寒色で統一されてて肌寒さを感じますね。手前のイルミネーションを前ボケで入れたことで奥行きを出せました。イルミネーションの中でも色味に統一感がある部分を写真内にどれくらい入れるのかバランスを考えながら撮ると全体的にごちゃごちゃせずすっきり見せられるんでおすすめです。それではまたまた歩いていきましょう。もうちょっと春っぽい色味で撮りたいなぁ。あ、この辺り良さそう。白いお花と黄色いお花を入れつつイルミネーションも白と黄色っぽくなるタイミングで撮ってみます。イルミネーションの期間ってクリスマスで終了するとこが多いですけど、クリスマス以降も開催してるスポットもかなり増えてきた気がします。本当ありがたい。この辺りは菜の花がたくさん伸びてますね。黄色と水色は相性抜群なんで写真内に菜の花を散りばめて撮ってみます。これは春っぽい写真になりそう。
見てくださいよ、あれ。あそこが光のランタン広場ですね。ちょっと行ってみます。おー、めちゃくちゃランタンあんじゃん。よく見たらランタンにお花の模様が描かれてますね。人気なエリアってだけあって人が多いですね。でもローアングルで撮れば人は映り込まなさそう。手前に高台があるんでアクセントで入れて撮ってみます。はい、こちらの写真なんですけど、三分割構図の左下に高台を入れて撮ってみました。ラプンツェルみたいですね。広角レンズで撮ったことで手前のランタンが大きく写って、遠くのランタンが小さく写って遠近感が出ました。そして遠くのランタンをたくさん入れつつも手前のランタンを大きく写したことでランタンってことがわかる写真になったんじゃないかと思います。それではまたまた歩いていきましょう。下から撮ったんで今度は上から撮ってみたいんだよな。光の壁に囲われてるんでエリア周辺の映り込みが少なそう。あっちに階段がありますね。上から撮ったら面白いんじゃない？高い位置に吊り下げられてるランタンを大きく入れて浮かんでるランタン側の目線になって縦構図で撮ってみます。遊園地といったら何といってもアトラクション。夜になるとアトラクションもライトアップされます。これはカイトフライヤーですね。うつ伏せ状態で乗って高さ4メートルまで上昇します。回転するアトラクションはシャッタースピードを遅くして撮ると面白いですよ。奥にはウェーブスインガーもあるんで一緒に撮ってみます。はい、こちらの写真なんですけど、三分割構図の右上にカイトフライヤー、左下にウェーブスインガーを入れて撮ってみました。コマ同士が回って火花を散らしてるみたいですね。シャッタースピードを遅くして撮ったことで、アトラクションの軌跡を線として映すことができました。広角レンズで撮ったことに加えて、手ブレしすぎないシャッタースピードで撮ると、動いているものだけを大きくブレさせることができるんで、夜の遊園地で試してみてくださいね。それではまたまた歩いていきましょう。観覧車が見えますね。手前の LED の間から覗くように撮ってみようと思うんですけど、焦点距離によって手前の被写体と奥の被写体の映る大きさが変わってくるんで、焦点距離と撮影距離を調節しながら撮っていきます。観覧車スカイウォーカーに乗っていきます。最高約80メートルの高さから光り輝くヒラパーを一望できるんだそうです。楽しみですね。さあ乗っていきます。うわ、すごっ。まずは遊園地全体をヒラパーらしく撮ってみます。はい、こちらの写真なんですけど、三分割構図の右上にマジカルボルケーノ、左下に木星コースターエルフを入れて撮ってみました。ヒラパーの存在感すごいですね。マジカルボルケーノや木星コースターエルフといったヒラパーのシンボルが目立つように入れたことで、ヒラパーってことが分かりやすい写真になりました。上からの景色は明るい部分をなんとなく撮るんじゃなくて、その中に何を写したいのかを考えながら撮っていきましょうね。それではまたまた歩いていきましょう。ヒラパーの周りの夜景も普通に綺麗ですけど、ヒラパーの賑やかさが目立ちますね。それらの対比を写したいんで、一番賑やかな部分と街の夜景を一緒に撮ってみます。左手には野外ステージが見えます。客席も多くて立派。
普段はヒーローショーとかお笑いショーが行われているそうです。野外ステージを中心に撮ってみます。はい、こちらの写真なんですけど、日の丸構図でステージ、放射構図で客席を入れて撮ってみました。普段は目立つステージもイルミネーションに囲まれると寂しく見えますね。ごちゃごちゃした景色の中でも形が整っている部分を中心に構図を決めると写真全体をまとめることができます。観覧車の中からだと狙える範囲は限られますけど、写す方向を変えてみたり、ズームレンズで切り取る範囲を変えてみるとオリジナリティを出せるんで、ぜひ観覧車からも撮影してみてくださいね。はい、いかがだったでしょうか。今回は夜の遊園地の撮り方を実際に撮影しながら紹介していったんですけど、普段なかなか見られない規模のイルミネーションとアトラクションのライトアップに圧倒されました。広角レンズは単に広く写すだけじゃなくて、遠近感や立体感も出しやすいんで、壮大なイルミネーションであればあるほどダイナミックに写せます。そして広角レンズは望遠レンズと比べて手ぶれしにくいんで、シャッタースピードを遅くした被写体ぶれを生かした撮影にもチャレンジしてみてくださいね。これからもお散歩の楽しさを分かりやすくお伝えしていきますので、まだチャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録いただいて、これからも一緒にお散歩していきましょう。グッドボタンもお願いします。毎週土曜夕方6時、カツキンのお散歩チャンネル、次回もお楽しみに。それではまたお散歩しましょう。またね。